スポーツの歴史、スポーツの歴史、スポーツの歴史、英語、ヒストリー・オブ・スポーツは、おそらく人類の歴史と同じくらい古い。スポーツの歴史を通して、人間社会の変化と、スポーツ自体の本質について、多くのことを知ることができる。人間が動物と分化した後、狩猟採集の手段として、道具を使用し始めた。生きるために必要な活動から次第に、 解放されていくと独立した身体文化やスポーツが生まれてきた。文字で記録される前の未開社会ではスポーツが行われていたという直接的な証拠に乏しい。しかしフランスのラスコー洞窟やアフリカ、オーストラリアなどには3万年以上前の戦士時代の洞窟壁画があり、これらの遺跡から当時スポーツに類似した何らかの活動があったことが推定される。 近年の経済生態学の研究から未開社会における成人男女の狩りと最終活動に費やす時間は1日平均3時間であり、残りを余暇の時間に当てていたと考えられている。彼らは人類史上最も余暇に恵まれた人たちであり、経済生態学者のサーリンズはこの社会を最初の豊かな社会と呼んだ。この時代には、 すでに動物スポーツとモータースポーツを除くすべての種類のスポーツが存在したと考えられる。格闘技や休日などは古代以来世界中で行われてきた。古代に入ると各地で古代文明が発生し、各地で特色のあるスポーツ文化が生まれた。古代では戦士時代の宗教性や呪術性を色濃く留めながら、スポーツが文化として独立していった。 古代エジプトでは、宮廷娯楽としての小スポーツが楽しまれた。また、王公貴族が優れた戦士になるための身体訓練の方法も開発されていた。紀元前2100年頃のベニハッサンの壁画には400種類以上のレスリングが描かれており、このほか、重量上げ、跳躍運動、弓矢による、狩猟、ボールを伴った儀礼などが描かれている。古代ギリシャでは、 すでに広範囲にわたって、レスリング、競争、ボクシング、槍投げ、円盤投げ、戦車競争など多くのスポーツが行われていた。紀元前1700年から紀元前1400年頃のクレタ島では、戦車競技やレスリング、ボクシング、ダンス、おうし飛び、狩猟などが行われていた。紀元前1600年頃の未経ネでは、戦車競技、厩舎、槍投げ、乗馬、 大う飛び、狩猟、球技などが行われていた。また、英雄の死を悼む、僧霊競技が行われた。これらの競技会が次第に整備されていき、後の祭典競技が生まれる一員となった。紀元前8世紀には、ペロポネソスのオリンピアで4年ごとに競技会が開かれた、古代オリンピック。この他コリントのイストミア競技会、デルポイのペーティア競技会、 ネメアのネメア競技会という四大競技会をはじめ、ギリシャ各地で競技会が行われた。競技会は単にスポーツイベントというだけでなく、古代ギリシャ人の優越性を表現し、自らのアイデンティティを確認するものであった。実用をもんじたローマ人は伝統的にギリシャ風のスポーツ大会に価値を認めなかった。運動も元来は、 軍事訓練の目的として行われていた。しかし、時代が下るにつれ、健康維持やレクリエーションのために、スポーツ活動が行われるようになった。古代ローマにおいては、スペクテータースポーツが発達し、コロッセウム等の円形闘技場が建設された。支配者たちは、民衆に、パンとサーカスとして訳される、パネムエとキルケッセス穀物とキルクス競技を提供して、 政権を維持しようとした。民族的祭典であるキルクス競技では特に戦車競争が活性化。キリスト教によってヨーロッパ世界が形成されるようになると、それまでの祝祭的なスポーツはキリスト教の行事に組み込まれていった。キリスト教によるヨーロッパ世界の中で身分制度が形成されていき、それぞれの身分の中で遊びやスポーツが行われていった。階級的に 王公貴族、騎士、都市民、農民のスポーツがかなり明確に個別に存在した。しかし、中世後期になると、身分区分が曖昧になる場合も存在し、都市当局が開催する石弓や銃による公開射撃大会では、貴族や市民あるいは農民が一緒に競技を行うこともあった。貴族の子定は、騎士になるため厳しい教育を受け、七芸、乗馬、水泳、 射撃、投範、馬上やり試合、剣術と格闘、宮廷作法が重んじられた。絶対主義の時代には、国政や財政、宮廷的な社交上の教養を持った教養人がもてはやされるようになり、乗馬やポームなどを身につけさせる運動師範が現れた。これらを通じて、スポーツ技術の体系化が進み、指導法などが発展した。ヨーロッパ中世の都市は、 主君から自治権を与えられた自立した共同体であった。市民の中でも都市貴族は馬上や理事会や競馬などの貴族的なスポーツを模倣した。主公業者たちは都市防衛のための射撃や剣術、格闘の訓練に励み、様々なボールゲームや総飛べ投げに熱中した。他方、職人の徒弟や奉公人などは市民と同様、剣術や格闘を行い、ダンスやフットボール、 旧柱木を楽しんだ。貨幣経済の進展とともに、農村から人口が多量に流入し、従来の都市貴族都市工業者とともに三つの階層が形成され、中世のスポーツは都市のスポーツに修練されていった。農村では、キリスト教の教会歴に合わせて農作業が行われており、農民のスポーツも村落共同体単位で行われていた。宗教的祝祭日には、 ダンスや、徒競争、石投げ、跳躍、競馬、格闘などが行われ、旧柱木やフットボールが愛好された。近代のスポーツは、中世社会のスポーツ文化を発展継承しつつ、近代社会で主導権を持ったブルジョワジーの論理である、近代合理主義に基づき、それまでの伝統的なスポーツを再編して成立し、伝統的スポーツの土着性や、 祝祭性を排除し、産業化、企画化の方向に向かって発展した。これらのスポーツは、以降のスポーツ文化の中心的役割を果たした。一方、近代化できなかったスポーツは、スポーツ文化の終焉に追いやられ存続することになった。多くの近代スポーツは、それ以前の中世に、都市や農村で行われていたスポーツにまでたどることが、できる。これらは、 現在行われているスポーツに比べて、ルールがあまり整備されておらず、暴力的で混沌としている。ストリートフットボールのような祝祭日に行われていたスポーツはしばしば暴徒化し、政府当局から禁令が出された。民衆にとって健全な娯楽が求められていた。17世紀のイングランドで現れたボクシングは、1743年に初めてルールが整備された。 これに対して王皇貴族がパトロンとしてスポーツ競技会を開催することもあった。競馬は特に上流階級の人々に人気があり、イギリスのアン女王がアスコット競馬場を設立するほどであった。ウィンチェスターやイートンなどの多くのイギリスのパブリックスクールではスポーツ、特にフットボールを教育に取り入れた。産業革命により人々が農村から都市部に移動するのに伴い、 農村のスポーツが都市部にもたらされ、中流階級や上流階級に影響を及ぼした。産業革命により交通が整備され人々の移動が活発になると、イギリス国内や他の場所でパブリックスクールや大学のチーム同士が対戦する機会が増え、ルールの違いにより衝突が多くなると、様々なパブリックスクールでのルールを統一するため、初のサッカーにおける統括団体である。 フットボールアソシエーションが設立された。この FA が創設された1863年以降、イングランドではサッカークラブが多く創設された。現在プレミアリーグに所属するクラブのほとんどは19世紀末に創設されている。このほか多くのスポーツで19世紀末までに全国的な統括組織が設立されていった。また、上級階級からの影響でアマチュアリズムや フェアプレーの精神が強調されるようになった。イギリスのスポーツは、イギリスの海外進出に伴い、19世紀末から20世紀初頭にかけて世界中に広まっていった。クリケットは、オーストラリア、南アフリカ、インドなど、当時の大英帝国の多くの国で普及した。市民革命により、国防の中心が、貴族から市民へと移ると、 それに伴い国防の担い手としての国民教育の必要性が高まった。国家秩序の形成のために体操が取り入れられ、ヤーンのドイツ体操、リングのスウェーデン体操が行われるようになった。フランスのクーベルタンは、不服戦争で敗れた青少年の活性化のため、スポーツ教育に着目し、イギリスに留学した。イギリスから帰国したクーベルタンは1894年に、 開かれたパリの国際会議でオリンピックの復活を宣言し国際オリンピック委員会が設立された。これ以降スポーツの組織化が進んだ。現代のスポーツは合理的な近代固有の論理に基づくスポーツがますます健在化する中で1960年代以降近代論理の限界性を如実に示すようになった。20世紀に入りオリンピックが 国家単位の参加となると、スポーツによるナショナリズムが台頭して、スポーツに政治が関与するようになった。1936年のナチスによるオリンピック2度の世界大戦によるオリンピック大会の中断、東西冷戦によるボイコット合戦などである。また、テレビなどのメディアが発達してくると、スポーツも取り上げられるようになった。メディアにとって、スポーツは、格好のコンテンツであり、 スポーツの大衆化が進み、見るスポーツ、スペクテータースポーツが発達した。こうしたことを背景にスポーツは、政治やコマーシャリズムから影響を受けていった。また、科学技術が発達してくると、スポーツの世界にも取り入れられるようになり、技術の向上などにつながった。その反面、勝利市場主義により、ドーピングも起こってきている。 こうした近代スポーツの記録第一主義、勝利至上主義に対し、1960年代頃から近代論理の行き詰まりにより、スポーツに対する考え方や価値観も多様化してきた。それまでの競争原理一辺倒のスポーツ文化だけで、なく、それ以外の共生原理に基づくスポーツをも思考し始めた。現代のスポーツは、近代スポーツの様々な問題を抱えながら、 多様化しており、現代社会が内包する所得性と深く結びついて、現代的な変容を続けている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。